さあ、じゃあ行きますか。前半最終試合、はぐれ道着の先方ジョージア、はい、ジョージア対開幕からライアンを出してきました。開幕からライアン、さあ、はい、ライアンポイント勝負に来たか。ここは数を取っていこうという作戦か。さあジョージア対ライアン、前足中足から EX サード、さあ投げて中足勝利拳、竜巻裏手はきちんとジャッシュしていた。発揮機構攻撃戦、さあ追い打ち、ダイパン2回、 EX サード、ハザーが通っている、投げが通って踏み込んで DC 陣内。いや、これはジョージア陣抜かせない感じですね。動いたところに当たる DC で仕留めていった。第2ラウンドが波動拳、波動拳、さあじりじりした間合いが続いて、出し投げグラップ、発揮飛行拳、垂直ジャンプを潰していく、赤ブロック投げて画面端へ。さあジョージアペース、しかしここで中足泳ぎ戦、裏から薬列、ミルクサードガード、最後はダッシュから昇竜拳。これですよ、ジョージアさん、まあ、総長と呼ばれてましたからね。ジョージア総長、ぶっ込み方がすごいですね。まだ現役バリバリでやってられた、現役バリバリですね。もう総長の特攻は今だ現役ですからね。壊し投げしたら怒られますよね。怒られますよ、怒られますよこれ。さあバイスシティ、続いては JP の豪気。さあ今ニコ生で一番人気ですね、 JP 豪気。これもうお互い今ルックスでもお互いかなりのインパクト、インパクトかなり強いんで。さあジョージアに対して2枚目時報が出てきたのは JP の豪気。ライパン中足拾って投げて出し、竜巻の裏当て、波動拳、中足波動、中継ローキックを拾って、しかしここは中足竜巻置いてある、大昇竜で返していく、コアコアコア陣内一気抜け、ここはまだ体力の若干残る、最後はジャンプ中継。ジョージアさん全然動いてますね。いや現役ですよ、現役ですね。第2ラウンド残空からここ投げるドラップ、壊し竜巻投げていく、再び投げて画面端、竜巻、画面端が入れ替わって中足、中足アド、中間、さあ空中竜巻、これは当たっていなかった、投げて昇竜拳使っている、 DC から昇竜拳打ち返して、さあ中足アドもガード、ザンクが通って竜巻の透かしを投げていった。さあジョージアがちょっと乗ってきますかね、これで動きも早いですからね、いい年なんですけどね。年齢の話はもういない、いい年なので、ね、あ、すいません、はい。さあ1の剣出てきました。さあここで1剣がローキャラで止めに いけるか、まあ、ちょっと止めないとね、そろそろいきたいなと思うんですが、まあ、1君はかなり足もしっかり見るタイプなので、足前ですからね。さあ3枚目が出てきた1の剣、ここでジョージア止められるか、こちらシャドウ剣、ジョージアの方が黄色い剣ですね、1の方が白い剣という形になります。中盤、中足、中足から EX サード、お互い飛びが少なめ、じりじりした地上戦が繰り広げられている、中足、中足、ここは中足から EX サード、画面端へ持っていった、再び投げて画面端、ディープガード投げて、さあ中盤ブロッテ投げ返す、ジャップ EX サード、さあ着地にかかと置いていったが、ここはチラシ信頼、チラシ波動拳、これは出てしまったのか、反撃でチラシ打ってきた、
さあ先制したなジョージア、竜巻裏で立ち受け、さあ中足中足、地上でどんどん押していく、そして一打下がる剣だが、あ一打が飛び込んで投げる、かかとガード中足エクサードジャンプ竜巻、ここは中盤陣内決めていった一度剣、小足から投げはしっかりとグラップ投げて、小足から踏み込んでは一度下がっていく中足エクサード、小足エクサード暴れ返していく、ブロッテ中足、最後はお互いリープだったか、取っていった一度剣。さあ最初グラップ中盤からここは中足ブロっている、ここはガード、さあ陣内がガードされてしまっていた、大昇龍使っているがグラップ、さあしびれる地上戦になってきた、いいエクサードリープ、つながるリープから陣内決めてゼロドット、最後は中足めていく、さあ、イチ君が気合で取り返しましたね、いや上手ですね、ああいったじりじりした展開になると彼はね、なんか得意みたいですね、ああいう、イチ君もうまいんですけど、まあ、ジョジアさんちょっと疲れちゃったかもしれない年齢の影響で次は猫マンマですね、さあ、マンマがここでおマンマさん、相当テクニカルで僕好きなんですよ、ね、早いんですよね、マンマの竜は、マンマさんはかっこいい、昨日の竜ファイブにも参加していました、マンマの竜選んでいる SA はシンカード剣、小足投げてブロっている、振り込んで投げてタッチ中盤からの陣内決めていく、さあブロって大パン弱速と、さあ、じりじりした前だが、タッチ中盤に進化道剣、先ほどのお返しと言わんばかりに、さあ、投げていくが、チラシャ道剣、ダッシュからのリープ、あー削りもうまいですね、うまいですね、今のダッシュリープは、さあ、ラインアウト、チラシチラシャ道はガード、大パン大パンからの灼熱、ここはブロって中足に決めていく、体力はほぼ同じぐらい、赤ブロ大パンから EX ソフト竜巻旋風脚、チラシャ道剣、道剣ラップ、最後は立ち中継の先端がヒット、早い取り返していくまんま、灼熱って大足のスカルに中足を差し込む、ここは差し返して陣内決めていって、小足立ち中パン一文字連携決めていくが、中足竜巻で追い返す、取り消って一文字竜巻大パンセイヤー、さあ奥足で中足、さあどうなる、 EX サード一度下がるがブロッテ陣内が出していた、さあドット残りでバックステから中足、勝負強いというか思い切りがいいというか、だから一君ペースですね、このスローリーな展開に持っていった感がすごく勝因だったのかなと思いますが、さあここからあとな誰ですか、二郎の豪気とは大鳥誠にコニタのネクロが待っているんですが、コニタポニタンがいきますね、さあ前日の
プレクーベではほぼ、ねネクロ5で MVP と言ってもいいぐらい大活躍のポニタンなんですが、そうですね、大体でもプレーで活躍した人って本戦ではでこれ以上言わない方がいいですね。さあ期待だわポニタン。さあ昨日のプレクーペネクロ5ではユン5を3人抜くなど大活躍していたコーニタンのネクロ、お互い中堅同士の戦いでここは2連続で駒だけ打っていく。さあ3回目、そして画面端持っていくディープ中足、そしてここは TC から EX サード、よしよし、コンパンブロって投げていく。さあ陣内打っていったらこれはガードされてエレクまで決まる。昇竜ガードして、いや、やりたいことは分かったんですけどちょっと距離が遠かったですね。さあ第2ラウンド、お互いゲージを貯めつつ間合いを測る。ネクロ側のエレクのゲージはこれで満タン、踏み込んで下風呂から大足、さあドリルが当たって小足からエレクを打ち切っていく、竜巻当たって勝利が待って、ここは投げる中足ハドケン、さあ大パンが中パンに潰されていく。やべえ、ここは画面足が入り替わって小足昇竜拳 EX ハードが刺さる、ドリル中足陣内出てしまっていた。さあ膝中トルネードフックエレクトリックスネーク、まあさすがのキャラ隊というか、そうね、今のは対策しっかりしてないとネクロ剣はかなり難しい部分に入りますので、お互い守りがかなり強いキャラなので、そうですね、ただネクロのしゃがみ大パンチをしゃがみ中パンチ潰したところはちょっと吐きそうになりましたね。あれはいい絵でしたね。あの距離で勝っちゃダメだろうっていう技が、はい、剣愛の誠来ました。剣愛誠来ましたね、これ太郎、エス太郎が来ましたか。さあ4人目対3人目対4人目、こちらもいい勝負になっています。4人目出てきたのは剣愛、肘壊しトルネードエルボー、さあしかしここは暴れていくか、ドリルを両方ブロックチェスト、肘から入れ食ってくる、タッチ中盤でピヨッタ、最後はネクロッパー。さあ畳みかけるような連携で先制したコニタンネクロ。いやコニタンネクロ海外勢のすごい強さを、そうですねドリル、さあデンジと EX チェストが勝ち合ってディープ、これはガードされていたが、ブロってエルボーで追い返す、画面端を入れ替えて大膝からのトルネード、スタンコンボ決めて、うわこれはお見事ですね。お見事ですね。やっぱ中距離であの足引っ張りを警戒しないと一気に気がついたらもうリーチだという。そうですね、まあ知らんですよね。さあ一気にこれで大将まで持っていったので、逆にちょっと海外勢意地を見せてもらいたいですね。ダンカー誠、さあ大将はダンカーの誠です。先ほどダブル引き上げ決めるなど今日は好調のようです。4対5ということで現在、あ4対5、3対5か。さあコニタンのネクロ対ダンカの誠、ドリル、シューパン投げて、シューパン、チェスト、さあ肘からエレクっていった、ドリル、チェストはガードして出し投げが通る、シューパン、ドリル、さあ電磁を置いておいてダッシュに対応していく、トルネードを時折見せ、さあ投げていく、
さあリーチをかけた、コリナンデクロ投げ、中盤ブロって、ひじりくん。さあドリル、一発だけ当てて投げを決める、トルネード、ドリル、壊しエリク、畳みかける、チェスト、剣がガードして、ここはカラクサが通る。さあ大パン EX チェスト吹き上げ、見寄らせている。さあトスター波から剣、今の吹き上げはお見事でした。さあ開幕トルネード置いておく、カラクサ決まって、さあ暴れトサラミックだ、き引き上げ、引き上げ、さあジャンプ三段トサラミ、次チェスト、チェスト。さあ海外勢がまだまだなんかやる気満々ですね。ありますね、ダブル吹き上げを決めてくる。さあ副将がどっちいるかですね、ジローか、あと誰か乗ってましたっけ、大鳥ですか。さあジローが来ましたね、瞬足魔人ジロー君、大会で何かはしてくれるジロー。さあ見ましょう。さあ副将ジロー対大将ダンカ、壊しテスト、ジャンプダイバー、ここはブロッティング、EX 吹き上げ、ちょっと使っていた、投げて壊しテスト、体力は誠有利だが後期の破壊力など一撃がある、チラシ再び吹き上げを狙ったが、その隙を見逃さずにコンボを決めたジロー。誘ってましたね、さあリーチがかかる、空陣から頭蓋、中盤ブロッテ、中竜巻、壊し、大パン、チェストガード、リーチですよ、ジローこれ殺しますね、これは。さあ、ザンクが当たって、お互いリーチ投げて、頭蓋。さあ、ここまで来ても豪気は油断できないが、大パンチェスト、これですよ、狙っていた、カッパ狙ってましたね。さあ勝ったのは何でしたっけ、チーム名はぐれ道義。これで1位抜けが決まりました。これで前半チームが終了となりまして、 すぐに